んにちは、ゴーリッキーです。今回も始まりました、ロックオン。今回は京都府亀岡市にやってまいりました。初亀岡市でございます。すっごい寒いです。京都はやっぱ寒いね。おんちは寒いです。おんち寒いよ。周り山です。さあ、前回は誰かさんのせいで負けたんだよね。弾けない人がいるんで、最近君か、お前だ俺か。そうなんですよ、最近私め絶不調でして、ロックオンビンゴですよ本当にもう負けるロックオンのロケ来るたびに財布がどんどん減っていると。財布が減るの？財布の中身がどんどん減っていく。ああ、そうですね。私もそういう時期ありましたよ。寒いですよ。いつか乗り越えられる時が来るから。違うんですよ、ロックオン以外そこまでこんなひどいことになってないですよね。ただね、今日そろそろ多分。もうそれ毎回聞いてんだけどさ。じゃあそうなるきっかけとなる機種は？あのね、前回真珠を打ちまして、流れ的に本当はまあ今回刑事だと皆さん思いかと思うんですけども、まだ導入されてないわけですよ、うん、京都は1週間遅いのでね、はい、遅れということでまだ導入されておりませんので、ここのホールさんの寝台が仕事人大河乱舞猪木 CR アントニオ猪木という名のパチンコ機やれるのか本当にお前だったかな正式名称別に言わなくてもいいんでの2機種なんですよ。なので、まあ、その2機種で考えておりまして、ただ前回マックスで痛い思いをしたので仕事人が本命かな。うん、でもこっちも同じですよ。スロットも寝台入ってないです。ほうほう、ケージ最寝台はケージです。負けちゃう。6の機械割り 101% です。これはホルコン上、それで血が正しいですから。ホルコン上ね。それはね、どうしましょうか。で、まあ寝台がないので、はい、どうしましょうね、これ。まあ前の人の流れを見つつ、まあ無難に考えるならね、番長とかなんでしょうけど、もうこれ2013年ですよ、放送ですよ。いや、じゃあ仕事人並んで打つ。あ、じゃあ猪木行けばいいじゃん、私仕事人行く。そういう台打つだったら AKB 打たせてもらっていいですか。まあパチンコも視野に入れつつですね、スロットはちょっとどう、まあ、うん、まあ蓋開けてみないと分からないんで、そうですね、まだ特に機種は決めてませんので、まあパチンコも釘見ないと何とも言えませんので、なんか入ってから決めたいと思います。え、一応決まってんでしょ、仕事ねとか。なので空いてなかったらどうにもなんないじゃん。いや、空いてるって。あ、釘が。お客さんいないとかね。釘空いてなかったらもうどうにもならないので。分かった。だから仕事人がすごい空いてるんだったら、私朝からもう行った方がいいと思うよ、そっちに。それと打たないで。あの番組的にどうかと思うけど、勝ちたいでしょ。大丈夫、私が今日いっぱい勝つから。だからそういう風に言ってる時負けるんで、どうにか。もうこんな時間だ。はい、やばい。入店しなければ。はい、じゃあ、どこ？元気よくあっちに向かって。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい。マイク、せーの、ロックオン。気合の表れ。私のマイクずらしたよ、今。手で。この手。持って、振りかざして。ライブは持ち込んないから。カオリッキー、急いでホール入店。早速狙い台の必殺仕事人、大河乱舞をチェック。バジリスクにしか人座ってないって何なんだろうか。
デスロでいいかな、ダメかな。スロットがバジリスクの3年しかお客さんいないんで、パチンコで多分みんな流れたと思うんですよ。ひとまずホールを見て回ることに。はい、それでは1台目、仕事人大河南部にしました。とりあえず結構メリハリがあるんですよ、特にへそに。全部が全部機種ごとに空いてるっていうんじゃなくて、まあ、へそのメリハリがあるんで、空いている中でもよりのいいものを選びました。で、結構ここのホールさんが一パチ海がもうメインになってきてて、とりあえず台数多いとこだと仕事に AKB、 あと猪木もまあ半島ぐらい、半島 ?4 分の1島かあって、で猪木も空いてる台もあるし空いてない台もある感じなんですよ。で猪木もこれ回るんじゃないかなっていうのはあったんですけれども、とりあえず仕事人の方がボーダー2回転弱甘いので、とりあえずこっちにしてみました。で周りの様子見つつ猪木に行くかも行かないかもって感じで、とりあえず確率甘い方、スペック甘い方から攻めてみます。香りっき必殺仕事人大河南部で実戦開始。一応今作は街頭保留に行った時にランクアップする可能性があるんで。すると早くも疑似連が発生して、もう一発欲しい。よし変えて、占領箱銀貨だよね。疑似3連に発展、ここで景気よく大当たりゲットとなるのか。まさかのオリキさんアニメだし弱いな。一番弱いっすよ、この夏さんないよね、これは無理っすよ。あるとしたら、まあ、ラッシュ系ですよね。狙いはいいね。なあ、無理だ。いきなり技術さん来てくださいましたが、発展しないですね。まあ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 、技術さん来ただけ十分です。20回なんですけど、ちょっと球の動き的に好きじゃないので、パチログこのままにしてこの台をちょっと試し打ちしてみて決めます。結構移動は余裕がありそうなんで、1000円を投資したところで隣の台を打ってみることにする。2台目早速打ち込みを再開すると、入らない。どうだろうな、こぼしはこっちの方が多いんですけど、道はこっちの方がいいんですよ。だから綺麗にへそ寄った球は入ってくる。こっちの方がいい気がするな。しばらく様子を見ながら打ち込んでいくことにする。あのですね、朝ちょっとお客さんの動き見てたんですけど、まあ、バジリスクに一番にお客さんついて、その後は番長刑事あたりですかね。で、まあ、一応人気機種としてオス番長一番上に書いてあるっていうのもあるんで、番長から様子見で打っていこうかと思います。対する水瀬は番長の島で実戦台を探すことに。なんで6ゲーム回ってるの、11ゲーム回ってる。
ラゴナイ、なぜか6ゲーム回ってますけど、これ全然回ってないですね。なぜかその前3日前は5000回ってて、意外と稼働してるんだな。はい、それでは私展開します。2013年始まってまだ番地落ちる。早速打ち始めていくと40ゲームほどさせたところで、お、ジャクシレサキ高額だったら期待できるか。おお、めっちゃ熱い。高額 A だったっぽいですね、これ当たると思うんで、はい、ジャクシレもね、ジャックチェリーで当選はしているのか。次当たりました。まさかの朝一ジャックチェリーで。楽勝だな番長は。やっぱり投資2000円でボーナス確定。やっぱり相性いいんでしょうね、これね。だってロックオンでかなりの勝率ですよ。これ旗から見たらなんかゲーム数解除したっぽいな。みんなそう思ってんだろうな。気になるボーナスは、実は弱性解除なんだ。おお、よし、天井いかないかな。ダメだ。見事赤7ビッグボーナスゲット。2000円で当たった時は勝てる、間違いない。前回そうだったんだよね。勝てますよ今日。しかし今回7揃いはなく、60ゲームであっさり終了となりました。と少し物足りない様子で再び打ち始めていくと、お、早速1ゲーム目に大ショートを置きました。お、本店長か。炎が出て特定役じゃなかった。フェイクじゃないし。激アツの次回予告が発生して早くも対決演出へ。これを見守っていくと、変な前兆の張り方だと。いただきラッシュな。そうです、ボーナスですね。はい、お見事。そして今回も気になるボーナスは、お、お、なぜに。いやー、あ、30ゲームです。まさかの青7ビッグボーナスゲット。なんか簡単かな今日もしかして。なぜか好調なスタートとなったミナセ、そのまま消化していくと、おお、これはいただいたんじゃないの。 ART ゲットの大チャンスだが、いけるね。期待度知らないけど、あ、なんか終わるならなる。終わるかって60で。また危ない。残り4ゲームで来ましたよ。なんで2回とも60ゲームなんだろう。まあまあまあ、初いただきラッシュいただきました。いいですか、みなせ ART に突入。天国が続いてますように。果たして無事に天国モードとなっているのでしょうか。
一方、仕事人大花乱舞を打ち込むカオリッキーはというと、なぜか銀次さん行きました。ああ、桜は小緑か。銀か、弱い。いや、千両箱行った。ある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 。でも、お夏。チャララン、行かない。さすがに合計ないときついっすよね。からの、ジャキン、ジャキン、ジャキン。オリコ SP。 カメラマンがトイレ中に大チャンス到来。オリクちゃん、まだ投資3000です、お願い。無事に大当たりゲットとなるのか。いったね。だよね、もう最近外れ慣れてるから当たらん。1万円で済んだ試しが最近ない気がする。対する水瀬は天国が続いたのか、少ないゲーム数でボーナスを2回獲得。 ART は3セットで終了となりました。延長来い、引き戻せ。足が冷たい。お、来てる。あ、右に入った。これ戻したんじゃないの。カオル先生でしょ。おーし、果たして本当に引き戻しているのか。あー、次回予告出ないか。あー、これ残念パターンか。お、オラオラ言ってる。やっちゃえ、怒涛の寄り。これはまさかの特訓終わってからの1ゲーム目に全勝入ってます。ってことは何かしらラッシュかな。え、これで唾飛んでる。これは新たに引いたものなのか、ただの戻しなのか。まだ引き戻しできるゲーム数ではありますから。しかもいいとこで入った、ね、こっから200のゾーン入りますから、いいとこで行った。とタイミングよく ART の引き戻しに成功した水瀬でしたが、残念ながら上乗せもなく1セットで終了となってしまいました。一方カオリッキーは今回も簡単に大当たりを引くことはなく。はい、ということで、私カオリッキー2万円使い切りまして3枚目です。全く当たりしない。3枚目、もう入れたくないよ。当たった当たった。あのカメラで圧力かけるのやめてもらっていいですかね、すいません。そんな圧力なんてかけた覚えはないんですけどね、ハマリッキーさん。私だと思うんですよ。お金がね、どんどんなくなっていくっていう。あ
当てたいと思ってパチンコ当てられたら苦労しないんです。なんでミドルで500いくかな。結局前半戦に大当たりを引くことはなく、ここで休憩を取ることにする。どうやらですね、私はデジャブを見ているようで、機種は違えど、確かになんか2週間前の放送の時でも確か前半戦アプリがなかったようで、まあ気のせいという方向にしまして、後半でなんとか、てか前回も後半当たりましたから。で、ね、もうすぐ2倍なんで、2倍くらいで当たるように後半開始早々すぐ当たります、当たりと思いますんで後半にできれば期待してください。それでは前半戦終了です。お疲れ様でした。対する調子の良かった水瀬は400のゾーンへ来ます。そのまま打ち続けていくと、おチャンス目、このチャンス目から対決演出に発展して、チャンス目から11ゲーム目、これ前兆かな。本前兆ならいいのですが、お、お、どうかな。そして特訓演出に発展した水瀬は、とっく短い、今チャンス目から多分28ゲームぐらいなので、まあ特訓に行ったゲーム数が17ゲームぐらいだから、まあ、これかなり熱いと思いますよ。ほらチャンス目解除だ。俺の歴史バーザラ3、ここで当たる。というわけで最初のチャンス目ですね。水瀬ボーナス確定。気になる中身は？チャンス目会場の RB です。しかしこれを消化していると、おー来た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 、次回天国モード濃厚となるマチコ先生が登場。このままビッグウェーブに乗れればよかったのですが、そして赤7ビッグ中に7を揃えて ART に突入した水瀬でしたが、その後も結果はあまり伸びず。はい、というわけで前半戦終了しました。そうですね、投資が2000円で出玉が今これぐらいで、まあ間違いなくこれは使うことになると思いますけれども、まあこの台かなりいい感じです。冗談メールの確率もボーナスチーム全部合わせて今110分の1ぐらいですね。でモード移行もいいですし、引き戻しも1回見受けられました。なのでまあ打っていきたいと思ってるんですけども、まああちらさんが当たってないんで、
ちょっとね、あのスロットだとまくることが難しい時間になってきた場合に限って、もしかしたらマックスタイプとかに移動するかもしれない。はい、もうとにかく勝ちを目指して後半頑張りたいと思います。ロックオン。はい、前半戦終了しました。お疲れ様です。お疲れ様です。またここ最近流行ってるね、これ、この展開。流行ってんだよ、なんか大、もうめっちゃブーム的な、ブームになってほしくないな、これ的な。でもね、今日で流れ変えるって言ってたよね。聞いて聞いて聞いて、うん、今日はね、心折れてないんだ。前回はもうバキバキに折れてたけど、もう心情何も起こらない。あるじゃん、ハマりに耐えられる台と耐えられない台って。心情は残念ながら耐えられない台だった。めっちゃめちゃ面白いんだけどね。で、仕事人はなんかもうほら打ち慣れてるじゃん、うん、こうが基本だから。だからなんかもう全然あれ、もうあれ、もうすぐ600度みたいな、そんな感覚なので、まだ全然心は折れてないんですが。もうすぐ600だじゃねえよ。違うんですよ、なんか仕事してくんないんですよ、あの仕事させなきゃ。あの大人たち、色気使って、あなたのお色気で早く仕事して。そっか、だって主人公中村モンドとイケメン龍様が仕事してくんないから。だから主人公まずね、そのナイスバディでこれで、そうだからね、後半多分打つの同じ台、うん、だって 20.5 あるよ今。いや、いいと思うんですけどね。ただ投資いくらですか。うんとね、3枚は使ってない。そうか、26、7、7、確か7、残り3だった気がするから27本。私はあなたの分までこう回収できないです、多分。今ちょっとだけ買ってますけど。いや、あのだから2万円買って。じゃあさっきの時点でやめてる、2万円。あ、ダメだ、1000枚いってない。2万円買って、私頑張って1万円取り返すから。プラマイゼロじゃん。3万円以内に投資をあと3000円ぐらいで当てて、2万円取り返してくれれば残り私頑張る。でもね、でもね、多分当たんないから。なんでそういうこと言うの。1時間ぐらいスロット打ってダメだったらもう私パチンコ行くしかないわ、これ。そうなの。だって出玉のスピードが全然違うじゃん、やっぱりスロットは時間かかるんで。しかもなんか残り30分とかで番長打ちたくないよね。そうなの、そうなの。なんで私はちょっとね、番長良さげなんだけど捨てる可能性は出てきましたね、これで。私はもう300で引けないとどうすることもできないので、あの子追いますよ。まあ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 、頑張りましょうよ。後半引いてくださいよ、あなたにかかってますよ。あのね、私気づいたんだ、多分みんなイライラするじゃん、私に対してね。ディレクターさんは、あんたあれ作んねえでよ、でミカちゃんはあんたあいつ当てねえでよ、部屋のみなんじゃねえかよ。でもね、一番辛いのは多分私なんだよね。まあ、パチンコだけはどうにもなんないからね。もう当た、うん、もうこれ待ってるわけだからね、こうやって。ちょっと当てるよ。あ、天秤座11時だったから、また11時ダメじゃない。最後だから終了30分前ぐらいでガッて。それは前回みたいなのやめてほしいな。まあ、それでまくれればいいんだけどさ、中途半端でワンちゃん伸ばして、まくろうぜ、まくろうぜ。大丈夫大丈夫、まあ、じゃあ頼みますよ、後半に行ってください。頑張ります、お願いします。キャスロックオン。はい、それでは後半戦スタートしたいと思います。心はまだ折れてないですよ、折れてないですよ。今27,000円、まだまだ全然これからですよ。ハマリッキー後半戦開始。頑張りますよ、きっちり無駄玉出ないように回します。と気を引き締めて打ち始めていきますが、何事もなく3人目の諭吉が昇天します。4人目4人目の諭吉を投資して玉貸しボタンを押していると、大当たりゲット。疾風で弱いと思って残り3玉ぐらいあったんですけど、おっしゃった、とりあえず当たりました。ただ死角なんで
数の可能性が。おお、2倍いく前やん。早い早い。全然早くはないですけど、これが確変だったら夢が持てますね。はい、それでは後半戦スタートします。カオリッキーさん、お願いします。みなせ、後半戦開始。早速持ちコインで打ち始めていくと、きます。ダメか、400のゾーン抜けるか。延長がないですからね。ちょっと400のゾーン今超えてしまったので、超えてないんですけど、超えそうなんで、ちょっと香里さんの状況を見に行きます。それによってこれを続けるかパチンコに移動するか決めたいと思います。一方、香里っきーはあと10回だって。この100回転中に一度もリーチには発展せず、潜伏もなし。いや、分かってましたよ。資格ボーナスですし、まあ、はまった後のお決まりの単発かなっていう予感はしてました。そこまで引っ込んでません。あれ、これ確変いかなかった。私今400のゾーン抜けたの。やめときなよ、うん、天井を化けたんだよ。危ないから。ちょっとこれどうですか。これやばいよ。前日穴出てるからダメだ。ハマるわ。やめてそういうの。あのね、こっち側の方が回んの、角寄りで。あとは猪木は向こうの角寄りの方が回りそう。こっち側じゃなくて。どうしますか。 AKB がいい。どうですか。猪木見てくれば、とりあえず開いてないかもしれないし、ね、どこ。ダメだ、おじいちゃんが座ってる。角台には先客あり。しかし隣の2台は空き台。これは、開いてそうだけど。いや、香里さんと同じタイプ打つ方が安全だと思うんですけど、あの子が今単発でしょ。この後またハマリッキーでしょ。追加投資でしょ。2人の投資分を一気に回収するって言ったら、やっぱマックスもいいんだけど、当てれるかな。ひとまず大移動することに。はい、というわけで残り時間と2人の投資を考えると、このままこの台打ってるのもちょっと危険なので移動したいと思います。ちょっとね、良さそうなんで心残りではあるんですが、出玉スピードの速いマックスタイプをしたいと思います。それでは流します。You are sure。158枚、まさかの1000円勝ちです。終了。嘘です。今から猪木で当てます。その勝った1000円で当てます。いくぞー。うるさい。はい、それでは、そうですね、さっき言った通り勝った分の1000円で当てたいと思います。当て方を香里さんに教えなきゃいけないんだね。早速マックスタイプの猪木を打ち始める水瀬。するとプッシュボタンの保留が出現。押すとどうなるのでしょうか。30%。パチンコの 30% は熱いんじゃないか。プレイ。
もう一回リプレイがいいな。お、やった、ギジさん。ギジ三連に発展して、ここで早すぎる大当たりの確定音。やった。それにしてもすごいもの持ってますね、あなたって人は。おじさん驚いちゃったよ。それでは皆さん、リーチを安心して見守るとしましょう。赤。水瀬さん、お見事です。香織さんに見せてやりたいな今。おっしゃる通りでございます。本当にこうやって当てるんだぞって。さて、当たったはいいけど、闘魂中にボーナスはどんなボーナスだ。書いてないぞ。全くわからないまま当たってしまった。と、まだあまり理解していないようだが。おお、やった入りました、闘魂チャンス。だー。闘魂チャンスも問題なく獲得。やった、簡単じゃないですか今日。どうした最近の私。見てるか香織機。こうやって当てるんだぞ。その頃香織機は飲まれますよ、あっという間に。持ち玉がもう上皿だけですよ。華やかさに欠けますね。でもな、前回もこんな絶望の中で終わったんですか。当たりを引けなくてもまだくじけてはいないカオリッキー。するとここで、おお、ランマルのお面だったよ。ってことはランマルが出てくるわけです。なくはないでしょ。あ、俺入って、ここでランマル。行っちゃったの、ランマルちゃん。お願い。終わった。たし。あったあったし。カオリッキー、待ち焦がれた確変ゲット。ここから出玉に先発に偏りまくりの大爆発となるのでしょうか。いい感じ。行かないか、降り込まで。これでやっとラッシュだったので各辺に入りました。ここ大事ね、ここ一番大事。念願の各辺に突入したカオリッキー、打ち込んでいくと早速、やばいやばいやばい、大チャンスではなく大ピンチですよ。ね、そんな予感したよ今私。果たしてここで終了してしまうのか。話しておくれ。継続でお願いします。香織さんの運命やいかに。ダメだ、仕事に無理だ。まだ諦めるのは早いんじゃないですか。ここで復活。ダメだ仕事に、私やっぱねえ、オオカもダメだ。めっちゃしない。そして今回のデンサポも何事もなく終わった。半分を戻してください。
対する核兵に突入した水瀬は敵に負けてしまい、現在潜伏か時短の起死回生チャレンジ中。バトルいった、まだいた。この人強そうだよ。勝利期待度が低すぎる。なんで先を。果たして勝利することはできるのか。なんで赤なのに猪木じゃないか。すげえ当たったんすか。負けた負けた。今起死回生チャンスにしちゃった。一発で負けた。マジで。勝った。さっきの当たりなんだろう。でも心折れたから猪木移動するわ。やめてよ、当たんないよ。違うんだ、当たったので、学園入ったのに速攻突然引いて終わった。もう仕事に打ちたくない。無理です、無理です。もう心折れたよ。これ何、燃えるトーク。その後、水瀬はもう一度バトルに勝利して現在4連チャン中。そして隣では、はい、3代目ですか。猪木に移動してきました。まあ回転率は20ほどだったんですけれども、さすがに心が折れました。あれが単発だったらまだ次こそ核変引いてやるぐらいな影響だったと思うんですけど、核変入ってね、そこ落ち。もうね、相性悪いんですよ。ガツンと一発でっかい花咲かしてやりますわ。そしてもう多分仕事には打たないだろうな。もうなんでだろうな、前のもひどかったし、今回のも収録でこういう目に遭う。なんて言いますか、仕事に苦戦している人がさらに上のマックスタイプで実績を上げることができるのでしょうか。僕はないと思うんですけど。いずれですね。お、いいっすね、ギジさん。あれ、2回転目でギジ3連ですか。まさかないわ。まだ全然熱いんで出てない。マスクマン出てきて、チャンスアップ。いいんじゃないの。ミラクル発生ですかこれ。意外通2回転目だよ。金あるかも。何気になくはない。あ、でもブッチャー白タイトルです。うわ、熱い。これは熱い。こっから非常識。頑張れ。ダーします。ダー123ダーですよ。さあご唱和ください。果たして最後にダーと叫ぶことはできるのでしょうか。もう朝飯前です。朝飯前。なんだ、当ててよ。ダーできなかった。ダーダーできなかった。ダー2回転目で当たるかと思った。一番強いから戦わないでください。ダーしたかった。残念でしたね。とことんついてね。嫌だ、あなたは嫌。
あららら、たまには猪木勝とうよ。もうやめて、やめて、やばいよブロディ。やだ、危ない、ギロチンドロップはダメ。立ち上がれ、これはダメだ。なんで敗北なんですかって、早いでしょ。みなせ、今度こそ終了か。再び起死回生チャレンジ。ちょっと、なに16ラウンド引けない。それじゃつまんないよ。なんで 50% もあんのに引けないの。ねえ、 50% あんのに。ひどい。確変には突入できても未知ボーナスは獲得できていない水瀬。まだ確変は潜伏してくれているのか。終わり、終わりです。終わり、最低。16ラウンド引けなかった。ないな。ない。そして隣のカオリッキーは。落ちたな。31,000円。まだ8000発でセーフだよ。追加投資をして打ち込んでいく香里さんでしたが、まあ猪木の方が仕事人より回らなきゃいけないのに、スペック的にね、ボーダーが。ここで使い物にならなくなった猪木に別れを告げて、再び仕事人大河乱舞の島へ。帰ってきちゃった。移動したんですけど、猪木が回らないので結局仕事人よりも回らなきゃいけないのに、仕事人より回ってないんですよ。だったらもう仕事人をね、無の境地で回し続けます私は。そんなカオリッキーが打ち込んでいくと、そうだよね、モンドさんだもん。7で当たったよ、当たったよ、7で。もうね、何も起こらなすぎて、ちょっとかなりきつい状況でしたよ今。どうしよう、このまま何も引けずに終わったら的な状況だったんですけど、なんとか当たったよ。ありがとうございます。221回転。カオリッキーに突如訪れた確変大当たり。今度は大連チャンをさせることができるのでしょうか。対する水瀬は持ち玉を飲まれ追加投資中。なんで当たったんだろう。初当たりが引けたことを不思議に思い始める水瀬は、その後初当たりを引けず。終わりだ。はい、実戦終了です。
です。まあ番長と猪木、打って、そうですね、あのまま番長打ってた方が良かったのかな。いや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 、まあ香里ちゃんのことも考えると、こういう爆発力のあるライを打った方が良かったんですけどね。まああの1回目の当たりでうまいこと出し切れなかったことが今日の敗因じゃないかと思います。まあ、そんなに大負けはしなかったんですけど、負けは負けです。今回も前回に引き続き何の身になるか分かんないですけど、まあ罰ゲームです。罰ゲームこれ罰ゲームです。はい、もう焼け酒したいと思います。お疲れ様でした。一方、再び挽回のチャンスを獲得したカオリッキー、奮闘するものの出玉あり大当たりは4連チャンで終了となってしまいました。はい、実戦終了でございます。最後なんとか、単発以外を引き続く単発以外のことができたんですけれども、動かす8分目、7分目くらいですね、これを流しての実戦終了と。やっぱね、連敗は応えますね。まあ、とりあえずこれにて実戦終了でございます。お疲れ様でした。カオリッキーの獲得手玉はじゃじゃん、2736個。足りないな、もう何連敗だよっていう感じです。いい台打ってんだけどな、もう仕方ないです。ちょっとでも回避できたんで良かったってことにしましょう。お疲れ様でした。京都府亀岡市での実戦はハマリッキーがここでも本領を発揮、これで3連敗です。ロックオン。負けてんのかな、その自分の手帳を見返しててさ、ひどいな。ね、今日はいくらの負けたの知らないんだけど。投資37,000円、回収18,800円、マイナス26,200円。2,000円でバッチを引いて回収3,000円して、その後猪木2,500円でまさかの当たったから。あ、そんな早かった。そう。だからこれ勝てるかもしれないと思った、もう相当し4,500円で、その時点で負けは1,500円なわけじゃん、3,000円か。これは普通に16ラウンド引ければ、普通にね、多分いけるんじゃないかって、ちょっと引きさえ続ければ全回収と思ったら1回も16ラウンドなく追加投資で、結局15,000円の回収3,000円だから12,000円負け、12,000円負け。2人で38,200円。惜しいね、10,000パチだと。惜しいかな。私ね、鉄板のままで思い出した。何通じるかな。ただね、これ結構マニアックなんで、その台をものすごく私みたいに打ってた人間なんで分かんないかもしれない。いくよ。遅れたよお兄ちゃん。超似てる。3手取り吉。違う、マッハ555の3手クリオじゃないよ、あの猿チンパンジーの方わかる、あの車乗っててさ、遅れたよお兄ちゃん超似てるよこれ。だから分かんないと思うんだよね、昔すぎて。でもね、その頃これやったらみんな笑ったもん。ウディ筋肉メンゼン。だから花澤さんそのままいけるよ、筋肉メンゼーンの後花澤さんに行ける。花澤さんいざだけー、ほら同じほら行けんじゃん。マジで行けた。行けた、マジで。いざだけー筋肉メンゼーン。同じだったね、同じでしょ。ロックオン。はい、閉めます。はい、じゃあ次回も頑張りましょう。はい、あそこに向かってロックオン。せーの。せーの。
ロックオン。また次回。バイバイ。シャカ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 なりすぎじゃね。あ、あれあれ重力新聞見えないな、足まで上がってると思う。またビール持って、必ずなんか持ってくる。やっぱネクタイ持ってくるんですね。あ、そうだ、ネクタイ巻かなきゃいけなかった。次回は用意しておきます、ネクタイで。部屋飲みの時に重力新橋完成バージョンでネクタイ巻いてやっていただきましょう。重力新橋です、ね、やっていただきたいんで楽しみにしててね。